境戦闘員の前に倒れてしまった神門大隊長。唖然とするジョーカー。彼らが目指すのは西洋教のさらなる闇。私ちょっと複雑です。かくいう俺も闇が大好きでな。次回永遠の称号隊2の章第12話、信仰が生む神、永遠の炎の奇跡。